はい、皆さんこんにちは。ワナリングルフィッシュです。では、提督の決断4パワープキット続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、インド洋に迫り来るイギリス艦隊、これを大航空決戦の末に撃破した日本海軍なんですが、それでもなお、イギリス軍の展開している艦隊、アラビア海に展開している艦隊量、かなりの数展開してますんで、まずはこのアラビア海を取るために、インド洋に展開している日本海軍艦隊の再編成等々をしていきたいと思っています。まずはですね、第3艦隊含めて、いくつか艦隊を再編していきたいんですけども、まずは、第4艦隊、第6艦隊とあるんですけど、これをまず2つの艦隊に再編していきましょう。第2艦隊には空母1隻増強で、第4艦隊の方には駆逐艦と、あとは従順等々を、増強していきたいと思います。その前に駆逐艦を、いや、駆逐艦じゃないな、従順かな。従順2隻に軽巡を、一隻っていう感じかな。これで第2艦隊を固めましょう。で、第3艦隊の方にも第4艦隊から艦を移籍させましょう。駆逐艦が一隻残っちゃうんだな。じゃあ、この駆逐艦だけ残しておいてもしょうがないんで、これ第4艦隊から第2艦隊に入れて、第4艦隊は空きにしちゃいましょうね。で、第6艦隊は潜水艦だけになっています。で、これはこの後さらに潜水艦だけに特化した部隊を作っていければいいかなと思っています。で、あとは飛行場にある航空戦力なんですけど、これも第1飛行場はだいぶすり減ってますんで、第1飛行場に対しての航空機の増強ですね、やっておきましょう。アラビア海に進出していって、イギリス海軍を叩くんですけど、まずはそのためにも基地で迎え撃って敵の戦力を削いでおくっていうことをやっておきたいですからね。で、南太平洋を攻略した部隊はハワイに戻しましょう。いつハワイに敵が、アメリカ軍が戻ってくるかわからないので。で、これで、南太平洋に限らず太平洋には蓋をした感じになります。完全に、アメリカ軍を締め出した形になりますね。それでは、今回は鉄もお金もそれなりにあるんですけど、やっぱりちょっと前回見送ってしまったんですけど、日本人のやっぱ夢ですよ、夢。この51センチ主砲、大金をはたいて作りましょう。大金をはたいてね。で、その他にはもう全くもって金を使う余裕がなくなりましたんで、本当にこれでいいのかっていうのはあるんですけど、せっかくなんでね、もちろんクリアするためにゲームをするっていうのもあるんですけど、やりたいことのためにやろうというのもあるんで、ちょっと無謀なこの51センチ砲主砲開発は今回ちょっと無理をしてでもやらせてください。では、これで今回お金がもうないのでターンを送っていきたいんですが、輸送船はちょっとでも作っておきましょう。あとは忘れないうちに先にあれですね、石油の押し売りをしておきましょう。石油の押し売り、で、輸送船を今回は2隻かな、作れるんで作った上で、輸送船の配備ですね。
まあ、南シナだよな。鉄が取れる南シナ。ここに輸送船を配備していきましょう。これでいいかな。じゃあターンを送ります。オーストラリア沿岸か。で、ドイツが5000資金援助してくれました。で、潜水艦が3隻増強。で、南太平洋攻略はできてますんで、これでお金が9000入ってくるか。この9000は大きいな。さあ、では次どこを攻略するかなんですけど、うわ、アメリカ西海岸かアラビア海か。いや、どっちもどっちだなこれ。いや、アメリカ西海岸を取るんだったら、はっきり言ってイギリスを攻めた方がいいんで、アラビア海にしましょう。石油はいらないんですけどね。さあ、では今回はしっかり船も作っていけそうだな。その前に今ある、艦隊戦力を第5艦隊としてしっかりアラビア海に振り向けていきましょう。これをじゃあ第4艦隊として、第4艦隊はインド洋に向かいます。ちょっと飛行機の数が足りてない感じだな。じゃあ先に飛行機も作っていくっていうところも踏まえて、やっていきましょう。まず兵器開発なんですが、新兵器開発ではどうしようかな。艦載対空レーダー、これを作りましょう。で、あとはソナーも欲しいんですけど、まあ、ソナーはいいかな。で、あとは潜水艦ですね。航空対空レーダーも欲しいけど、作りますか。2週間、8週間か。ロケット弾、これ欲しいな。耐水レーダーとかも欲しいですが、まあ、この辺は後回しでいいのでよしとしましょう。で、続いて技術開発なんですが、これもね、薄めであったとしても入れておかないと後々痛い目を見るんで入れておきます。で、いつもの石油の押し売り、これもやりましょう。で、その上でだ、まずは飛行機ですね、作っていきましょう。で、今回作っていくのはまずは虹はね、ちょっと使えないんですよ。この戦闘機を作った背景は、何個か前のやつを見てもらえればとは思うんですが、虹っていうのはね、僕の好きな、タイのゴーゴーバーの中でも僕の好きな、お店の名前ですね。そしたら銀河とか作って、それこそね配備したいんですけど、その前にどうする？水星をちょっと作っておきますか。水星を、そしたら50機ほどで、さらに天山、これも30機ほど作りましょう。で、空母をちょっと作っておきたいな。正規空母で作れる空母ある？大砲は61機作れるか。よし、大砲作ろう。
61機搭載できる大砲を作りましょう。そうだな、これはじゃあ名前どうする？神竜とかにしますか？で、残ったお金と鉄を使って潜水艦ですね。ちょっと今回はそうするとあれ？もしかして輸送船が作れない？お、だいぶこうやって見てくると空母は数が揃ってきましたね。空母の数はなんか揃ってきて少し安心しちゃいけないんでしょうけど、お、空母の数揃ってきたなって感じがするな。そうするとますます必要になってくるのが飛行機になるんですよね。飛行機がね、もうちょっとあると全然意味合いも変わってくるんですけどね。石油の修理をして、その上で潜水艦を大量に作っていきましょうか。そしたらね、潜水艦に搭載する魚雷もね、いわゆる誘導魚雷が作れる状態になってくると、それこそだいぶ潜水艦の攻撃力が増すかなっていう感じもするんですけどね。ちょっとまだそこまでには至っていないという状態なので、今回は潜水艦をドカドカドカーと作っていってしまって、この潜水艦が全部仕上がったらアラビア海、つまりインド方面に振り向けて、対イギリス戦本格化していきましょう。そのためにもこのターンはもうすべてを潜水艦に費やします。よし、これでいいかな。3週間後にはほぼほぼ戦力が整う感じかな。よしよし、これで空母がだいぶ本当に充実してきてるな。今回はそしたら輸送船を大量に作っていきますか。輸送船を、輸送船の数が足りてないのはもう明らかですからね。で、航空機を作っていきます。冷戦の52型、これが未配備がちょっと少ないんで、予備がないとちょっと不安ですからね。やっぱり
お金がやっぱり不足してくるね。どうしてもお金が不足してきちゃいますね。さあ、空母はだいぶ充実してきているので、この空母を生かすためにも次のターンで完成してくる潜水艦を早く仕上げたいな。で、インド洋の方は展開している艦隊の数はだいぶ増えてるよね。第9艦隊の潜水艦を、第6艦隊に併合して第6艦隊を完全なる潜水艦隊へと仕上げていきましょう。潜水艦の数がちょっとやっぱり足りてないなっていう感じがしちゃいますからね、これを見ても。ああ、輸送船配備するの忘れた。もったいない。よし、潜水艦がこれでドカドカっと仕上がりましたね。で、レップがこれで生産できる状態になったんで、レップも作っていかなきゃいけないですが、まずはいつもの忘れないうちにやることだけやっておきましょう。この辺もね、お金に余裕があればバシバシ大量に金を投下してあげたいんですけどね。で、輸送船は後で、先に輸送船配備する？輸送船の配備は、まずは日本近海はお金がいっぱい取れるんだったらちょっと上げておいて、あとは南シナなんだよね。南シナ、ここはなんといっても鉄が取れるんで、この状態で航空機ですね、レップをまとめて作りましょう。冷戦からようやくレップに格上げですね。50機ほどレップを作っておいてだ。レップを配備するのはこの後にして、先に艦隊を、潜水艦隊を派遣しちゃいましょう。ちょっとでもあれか、潜水艦隊もうちょっと数欲しいか。これ見ると第8艦隊の潜水艦隊ですけど、これをインド洋に差し向けるにしてももうちょっとやっぱり欲しいか。潜水艦、まだ潜水艦作る？っていう感じになっちゃいますよね。どんだけ潜水艦作るんだよっていう感じになっちゃうけど、どうする？潜水艦作る。潜水艦作ろう。もうね、我が国は潜水艦に頼った戦いをする以外に道がない。どうしてもね、技術力で劣ってるんで、航空決戦で勝利するためには味方の航空基地隊の航空戦力が使える状態だったら勝てるんですけど、逆の場合だとね、ただでさえ戦闘力が落ちる航空機を使ってるんで、まず勝ち目がない。以上は、少なくても敵の基地を攻めるときは、攻撃するときは敵の空母はね、あるいは水上部隊は完全に沈黙させておくのが絶対条件になるんで、そのために潜水艦で、まあ、消耗したとしても敵の戦力をね、減衰させておきたいんですよね。まあただね、ヤマトを超える、それこそなんだろう、ヤマト極みとも言えるような51センチ砲を搭載した戦艦の今後のね、
設計も視野に入れておきたいんで、ぜひぜひね、皆さんにも期待してもらいたいですね。大和極み計画、じゃあもう一旦だけね、潜水艦をバシバシ作らせてもらって、その次からは、ちょっと足りない艦型を中心に増強するっていう方向に舵を切りましょう。今回まではちょっと申し訳ないんですが、せこ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 潜水艦を作っていきましょう。こんだけ潜水艦揃えればハワイ作戦のもう一回再実行が可能になりますからね。ハワイではね、どんだけ潜水艦に犠牲が出たかわからないぐらい犠牲が出ましたけど、最後はね、ハワイに上陸できましたからね、揚陸艦を要して。あれの再来ということで。今回再び相対していきましょう。で、鉄がなくなったんで、残りは攻撃機転山を作っていきましょうか。で、インド洋に展開している艦隊の数はだいぶ増えたな。まず第4艦隊に入っている瑞龍ですけど、これとどうする？正規空母に入れ替えましょう。これで大分インド洋方面の艦隊戦力盛り返したんじゃないですか。かなり充実してきてる感じはしますよね。潜水艦の数がちょっと足りてないかなっていうところはまだまだありますが、それ以外はだいぶ充実してきてるよね。よし、これでインド洋の方は、続いて潜水艦隊が到着したらいよいよ攻勢に出られる状態になります。お、だいぶ頑張ったね、ドイツ軍も。敵の空母従順だいぶ沈めたな。よし、これで虹大和、大和型戦艦の第3番艦虹大和が完成しましたね、ついに。あとは新閣とかも完成したんで、これで本当に本当にアラビア海方面の攻勢が可能だな。そしたらですね、ちょっと時期が時期なんで、そろそろ一旦アラビア海に攻撃も仕掛けておきたいという思いもありますので、ちょっとこのターンはアラビア海に陽動をかけましょう。で、さらには今回輸送船を大量に作っておきます。まあ、大量って言ってもね、7個しか作れないっていう弱みはあるんですが。で、輸送船の配備ですね。
どこに何を配備するかなんですが、どうする？優先的に南シナは12か、インド洋は13、マラッカは、まあ、マラッカはね、正直鉄がないんで、鉄が取れるところを優先的にやりたいんですよね。セレベス海は鉄が取れるか。じゃあ輸送船をちょっと配備しましょう。石油はいらないけどね。あとはセレベスは今やったでしょ。パラオとかもいらないし、マリアナもいらないよね。となるとあとは、オーストラリアとかどうなってる？オーストラリアが結構きついことになってるね。で、あとは南太平洋とかも全然だからいいよね。ソロモンもいいし、ジャワもいいよね。石油もあんまりいらないんで、インドもいいか。やっぱりこうやって見ると本当に鉄が取れるところって限られてますね。鉄資源が欲しくて欲しくてたまらないな。では新設艦隊として、ヤマト型3番艦虹ヤマトを投入していきましょう。これも、もう投入先はもちろんインドですね。虹ヤマトは日本海軍の総機関ですからね。まあ、虹っていうのはさっき言った通り、あの僕の大好きなバンコクのゴーゴーバーの名前なんですけど。ではインド洋の方の艦隊の状況を見ると、潜水艦が1隻だけ。ちょっと待ってね、今潜水艦はどこまで来てる？まだ来ていないか。マラッカに入ってる状態だな。もう1ターンだけ、ごめんなさい、待ちましょう。もう1ターンだけ待ちましょう。流星が作れるようになりましたね。そしたら今回はちょっと整理も兼ねて、しっかりと次のターンにつなげていきましょう。お金もそれなりというか全くないな。物資はまた石油の押し売りを図っておいて、で輸送船は今回は2隻だけ作りましょう。で航空機ですね、攻撃機流星を新しく100機ほど作りましょう。で艦船としてはどうしようかな。空母の数はそれなりに揃ってるんで、防空艦をちょっと作っておきましょう。あとは輸送船だな。輸送船配備して、さらに インド洋の艦隊を動かす時がついに来たな。
よし、じゃあこれでちょっと溶度をかけていきましょう。いよいよね。ちょっと待ってね。その前に提督が乗せられるかどうかだな。結構ね、沈んでしまったりしたんで、余ってるといえば余ってるはずなんですよ。まあ、余ってるっていう言い方もちょっとなんですけど、提督が乗っていないのはもったいないので、乗せていきましょう。乗せられるところには乗せていきましょう。まあ、乗せないよりはマシだっていうことでしょうがないな。これくらいでいいかな。ではこれでいよいよ艦隊を動かします。まず今回投入するのは第2艦隊、これをアラビア海へ。まあこれはね、あんまり動かすつもりはなくて、どちらかというとこの潜水艦隊ですね、潜水艦隊でしっかり敵の戦力を削るのが目的ですからね。そうか、アラビア海もう見えなくなってるな、いつの間にか。スパイが捕まったな。ノーケアだったけど。ではこれで進めていきましょう。ちょっとね、時間が長くなってますが、このアラビア海の戦いまではやらせてください。問題はね、敵がどこにいるかなんだよな。ここに航空基地があるね。今聞いてきましたもんね。いや早いよ、戦艦大破すんの。ちょっと一旦逃げましょう。戦艦の大破が早すぎる、いくらなんでも。戦艦でしょ、空母じゃなくて大破したのが。ここにいるんだよな、航空基地がね。いや潜水艦が結構ボロボロだな。
潜水艦が結構ボロボロにやられてるけど、潜水艦がボロボロだな。やっぱりちょっと味方の艦隊の援護がないとこうなるよな、さすがにね。いや、潜水艦隊が全滅だな。まあ、1回でも敵の航空基地に空撃を加えたいんですけど、潜水艦隊が全滅したのはちょっとさすがに味方の主力艦隊の援護をしなかったのがいけなかったな。いきなり戦艦がね、大破しましたとかって言われるとちょっとビビっちゃいましたね。いやー、ここは撤退だな。いやー、なんとも言えない渋い戦いをしちゃったな。ちょっと戦果確認しますか。イギリス艦隊の方は従順クラスというか、駆逐艦をいくつか沈めただけだな。味方の方は潜水艦隊が全滅、一隻残ってますけどね。あとは軽巡が2隻、潜水駆逐艦が1隻。ちょっといけてない戦い方をしちゃいましたが、しょうがないですね。せっかく増強した潜水艦隊が完全に やられちゃいましたね。残念です。はい、というわけでちょっとね、インド洋方面どう戦うかっていうのはもう少し検討が必要な状況になりつつありますね。やっぱり潜水艦隊の運用がまずかったかなっていうのが今の戦いの、反省、猛省しなきゃいけないところになりますんで、そこを考えながら、次回続きをプレイしていきたいと思います。なんかね、アドバイスとかコメントあれば Twitter もしくは動画のコメント欄までお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。